スピリット・オブ・ナナジュロクから降りてゆくリチャード・ニクソンとパッド・ニクソン。1972年2月、中国のニクソンは、ジョン・クーリッジ・アダムズ作曲、アリス・グッドマン大本による三幕のオペラ。アダムズの最初のオペラであり、米国大統領、リチャード・ニクソンの1972年の中国への電撃訪問を題材に書かれた。マーク・モリスの振り付け。 ピーター・セラーズの演出で1987年10月22日にヒューストングランドオペラで初演された。セラーズが1983年、アダムズにオペラのアイデアを提示したとき、アダムズは当初消極的だった。しかし最終的には価値ある機会だと考え、プロジェクトを受け入れた。グッドマンによる台本は、ニクソンの中国訪問についての詳細な調査の後、 書かれたが、1972年以降に出版された、資料はごく少数のみ取り入れている。アダムズはこの題材を、筋書きと登場人物像の両面において、グランドオペラにしか扱えない題材と考え、実際に作品には、グランドオペラのパロディが盛り込まれている。思い通りのサウンドを作り出すため、アダムズは、伝統的なオーケストラを拡張し、大規模なサクソフォンセクション、 パーカッションとシンセサイザーを追加している。アダムズはミニマリストとされることがあるが、この作品のスコアからは多様な音楽様式が見て取れ、フィリップ・グラスの手法を受け継ぐミニマリズムを扱うほか、リヒャルト・ワーグナーやヨハン・シュトラウス2世などの19世紀の作曲家を思わせるパッセージがそれに配置されている。さらに、ストラビンスキー流の20世紀新古典主義やジャズの引用を融合させ、 またビッグバンドを取り入れてニクソンが青年時代を過ごした1930年代を連想させている。これらの多様な要素は頻繁に入れ替わり、舞台上で起こる変化を反映していく。1987年の初演後、オペラが受けた反応は賛否両論であった。一部の批評家は作品を切り捨て、すぐに消えてしまうだろうと予測した。しかし、 それ以降もこの作品はヨーロッパ及び北アメリカの双方でたびたび上演され、2度録音されている。2011年にはオリジナルのセットに基づく演出でメトロポリタン歌劇場で初上演され、同じ年にはトロントのカナディアンオペラカンパニーで抽象的な演出により上演された。最近ではこの作品はアメリカのオペラへの際だった。 普及の貢献として認められる傾向にある。人民大会堂でニクソン夫妻が鑑賞したバレエ、公職上司軍の一場面。軍隊や州恩来が待つ中、ヘンリー・キッシンジャーとニクソン夫妻が大統領専用機から現れる。一行は、毛沢東と面会した後、歓迎の縁が和やかに進む。この場面は歴史にほぼ忠実な会談が再現されている。パッドは、 ガイドに付き添われて、北京市内を見て回る。夜、一行は後世に招かれ政治バレー、公職上司軍を感激する。キシンジャーが悪徳地主に噴し、後世がコロラトゥーラ歌唱を披露するなど、見どころが多い。訪問の最後の夜、主要登場人物たちはベッドに横たわり、超現実的な工作する対話の中で、それぞれの過去を改装する。第一幕、 第2幕第3幕、中国のニクソンはこれまで2回録音されている。1度目は、ノンサッチレコードから1987年に、ヒューストン初演のキャストを再現して録音されたもので、演奏は、エドでワールド式のセントルークス還元楽団、合唱団だった。2番目の録音は、ナクソスから2008年に発売された。マリン・オールソップ式コロラド公共楽団と、 オペラコロラド合唱団による演奏で、ニクソン役はロバート・オースが務めた。中国のニクソンの作曲に取りかかる直前の1985年、アダムズはオペラの第三幕と共通の素材を用いた還元楽曲、首席は踊るを作曲した。オペラにもある、毛沢東と後世が過去を回想するダンスをイメージしたものではあるが、抜粋やオペラの主題による、 幻想曲ではなく、アダムズ自身は、アウトテイクと形容している。1986年1月31日、ルーカス・ホス式のミルウォーキー公共楽団によって初演。演奏時間は13分程度。ありがとうございます。